三木秀夫は日本の弁護士、大阪弁護士会所属、三木秀夫法律事務所所長、大阪府大阪市出身、大阪府立豊中高等学校、大阪大学法学部卒業、司法修三36期、元大阪弁護士会副会長、元日本弁護士連合会理事、元大阪大学非常勤講師、専門は民事、生事 企業への法務対応を中心にしつつ、NPO や公益法人などの市民活動の基盤整備分野でも活躍している。現在の公益的な活動としては、関西国際交流団体協議会理事長、池田市公益活動促進協議会会長、介護保険市民オンブズマン機構大阪代表理事、大阪 NPO センター副代表理事、日本 NPO 学会理事など、 2002年1月に角川書店が雑誌、新聞についての商標として NPO、ボランティアを出願し特許庁で翌年4月に登録された問題で全国の NPO やボランティアセンター等を代理して商標異議申し立てをし登録取り消しを得た。食品関連で船脇町の食品偽装問題の際に同社の社内調査員として調査に参画。 2007年12月10日に開かれた同社の謝罪会見にお上と並んで同席したり、2013年に発生した阪急阪神ホテルズでのメニュー虚偽表示問題では調査のための第三者委員会委員となった。2014年に発生したスタップ細胞の論文問題では、小保方春子の代理人を務め、同人の2014年4月9日の記者会見に同席した。 この問題で日本放送協会が2014年7月27日に放映した NHK スペシャル調査報告スタップ細胞不正の真相に対し放送倫理番組向上機構の放送人権委員会に対しておぼかた氏の代理人として人権侵害の申し立てを行い BPO は2017年2月10日同番組について名誉毀損の人権侵害が認められる 放送倫理上の問題があったとする勧告を出した。2017年、森の熊さんの役史者である、馬場義弘氏が、パーマ大佐が歌詞に無断で歌詞を付け加えたとして著作者人格権を主張して差し止めを求めた際に、馬場氏の代理人を務めた。ありがとうございます。